エブリィに届いた一通のメール。保育園では ICT 化が遅れている現状があります。一度使うと同じ名目では使えない補助金が多いです。保育園の業務の効率化を目指す ICT 化、しかしなかなか進まない現状があるようです。申請したんですけど使えないということが分かってですね。補助金の使い勝手にも不満の声が。 ICT 化の遅れは保育士不足の問題にもつながってきます。今日の特集、ないごてで取材しました。今月10日、鹿児島市中山町の保育園、県内初の最新の機器が取り付けられました。保育士の負担が軽減されるといいますが、一体どういうことなんでしょうか。それは後ほど。番組にメールをくれた吉本直道さん、防犯カメラなどセキュリティ機器を手掛けています。もともと警備会社で働いていましたが、去年独立。4人の子供を抱え保育園を利用した経験が今の仕事につながっています。一瞬たりともこう目が離せない、もうその緊張感の中でずっとやってる保育士さんたちはすごいストレスだったり、いろんなまあ業務も大変ですし、まあ、なので離職率も高いのかなとは正直思ったりもするんですけど。デジタル技術を活用した保育園の ICT 化に力を入れています。現場は ICT とどう向き合っているんでしょうか。鹿児島市和田の未来保育園は3年前、登園・降園を管理するシステムを導入しました。導入後、お休みの連絡はアプリですることになりました。電話だったらつながらない時もあるんですけど、アプリだったらもうそれに関係なくお休みの連絡ができるので。保育園は導入にかかるさまざまな費用111万円のうち75万円を補助金で賄いました。手書きの方がいいなっておっしゃる方もやっぱりいらっしゃるので、スマートフォンを触るような形で扱えるのであれば、ちょっとずつ移行していけたらいいのかな。登園・降園の記録や保護者との連絡だけではなく、保育料の請求、保育士のシフトの管理など幅広い機能を備えるシステム。どれだけ活用するかで月額の料金が異なる上、スタッフの習熟も欠かせません。未来保育園では昼寝、午睡をチェックするシステムの導入を検討しています。睡眠中の突然死を防ぐため、0歳児は5分に1回、1歳児は10分に1回体勢を確認することになっています。うつ伏せだとやはりこう気になるので、仰向けに直したり、横を向いてると、まあ、大丈夫だなというふうに顔を確認しに行ったり。子どもの命に関わる業務ですが、関係者によると十分徹底されていない園も中にはあるようです。ないごて。 ICT を活用した街づくり、子育て環境の充実を公約に掲げる鹿児島市の下鶴市長は、子どもと接する時間、それ以外の時間をどれだけそぎ落とせるか、でその子にどれだけ ICT の力を活用できるか、ここが非常に重要であるというふうに思っております。保育の現場での ICT の必要性を訴えます。最新の機器を導入した鹿児島市中山町のあの保育園、吉本さんが手掛けて導入したのは、AI カメラで睡眠中の子どもの体勢を把握して記録をする県内で初めてのシステムでした。しかし、さっきここら辺にこうなんか白い字が見えてたんですけど、あれって何かなと思った。これですね、小豚さんをですね、
人として安定して9番目の子供という認識で なっちゃうので、だからなるべく柄の少ないものをこの私にこうしてほしいんですけど。完璧ではありませんが、うつ伏せになるとアラーム音で知らせてくれます。すごいです。なんかもうすごいですよね、今のなんか、ね、時代って言いますかね。私たちのこう補助をしてもらってるっていう感覚ではおりますよね、はい、まあ、これに頼り切るのはもう絶対ダメなことなので。園長は現場の先生たちにもとにかく慣れろと、うん、慣れたらこんなに強いものはないと。機器は工事費も含め50万円近くしましたが、今回保育園の ICT 化の補助金は活用できませんでした。本当もう鹿児島市には感謝というところなんですが、その一度 ICT を使っているので使えませんと。以前登園・降園のシステムを導入するために補助金を使っていたことが理由でした。5年も経てば老朽化してきますよね。でその老朽化したパソコンを、でもそれでももうシステムは絶対使わないといけないんで、入れ替えるってなった時に ICT が補助金が使えない。システムの更新費用、買い直しに補助金は使えず、 ICT をさらに進めたい保育園にとっては今の補助金は使い勝手が悪いということなんです。国は2015年度に保育園の ICT 化の補助事業を始めました。鹿児島市は遅れること4年、2019年度から始めています。費用の多くを国と市が補助してくれますが、一度補助金を受けるとそれ以降は一切受けられないことになっています。鹿児島市の担当者に聞きました。システムというのは日進月歩で、どん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 新しいシステム、まあ、機能が加わったりとかするので、どんどんこうバージョンアップしてより活用していきたいというふうに考える園もあるわけですよね。そういった声には現状はやっぱり答えられてないということですか。ですね、まあ、この補助金ですので、はい、まあ、一定 その導入の時に一定のお金がかかるので、まずはその、使っていただくためにこう導入の時に補助して促していく、このランニングコストとか、あるいはその少しこういいものに変えるとか、うん、まあ、基本的にはそのそれぞれの事業者の方でも負担っていうのがまあ基本かなと。鹿児島市はこれまで保育園自体の ICT 化について独自の取り組みは行っていません。下鶴市長はデジタルを活用したまちづくりと待機児童ゼロっていうのをこれ大きな柱掲げてますんで、ぜひ現場の方から新しい政策、何かこう提案とか今後検討してもらえませんか。これも含めてですけどもね、いろんなこうお声を聞いたところとかも受け止めながらですね、2年度の施策っていうのを検討をしているところで、ございます。来年度の予算発表楽しみにしてます。鹿児島市によると市内183の施設のうち補助金の申請があったのは107の施設、それ以外にも独自に導入している施設が多くあるため、鹿児島市としては ICT 化が遅れているとの認識はないということなんです。ただ国から4年遅れで補助事業を始めていますし、なんといっても導入はしたものの機能を十分活用できていない保育園がどうやら多くありそうです。ぜひ鹿児島市においては実態を調査して、必要とあれば鹿児島市独自の政策を今後打ち出してほしいなと感じました。以上、今日の特集シリーズ苗ごてをお伝えしました。